皆さんこんにちは。先人の残した絵で脳をトレーニング、浮世絵を使った間違い探しです。間違い探しは集中力、注意力を引き出し、脳の活性化に高い効果があると言われています。問題は全部で3問、制限時間は90秒です。制限時間内に見つけられるように集中してみてください。それではスタートです。第1問、3つの間違いを探してください。タイムアップ、答え合わせ。第2問、3つの間違いを探してください。タイムアップ、答え合わせ。第3問、3つの間違いを探してください。
タイムアップ、答え合わせ。いかがでしたか？間違い探しは日々の脳トレにおすすめです。本チャンネルでは先人の残してくれた浮世絵をいろいろなことに使用して現代の方々に楽しんでいただけたらと活動しております。ぜひ他の動画もチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。